昨年同様、ポゼッションサッカー、そういうところに引、えー、かれてきました、えー、そのサッカーを自分の成長とチームの成長に還元できればなと思い、入団しました。テントあるクラブっていうのが印象で、でやっぱそれに、まあ、自分の持ち味は攻撃の部分なんで、攻撃でチームの勝利に貢献したいなって思ってます。 えまあ自分はえ関西出身なんですけど、まあ、東京ヴェルディというチームはまあ昔から知ってましたし、まあ、そういうチームでまあプレーできるというところで、まあ、えしっかりえまあ感謝してまあプレーしたいいなと思います。え僕は小さい頃から育ったクラブなのでもう自分の家のように感じています。 え僕は、保育園の頃からヴェルディグラウンドにヴェルディの練習を見に行っていたぐらいヴェルディのファンでそのようなチームでプロ生活が始められたことにすごい嬉しく思いますしそのチームに入って今度は皆さんに結果としてえ自分というプレーヤーでを体現できたらなと思いますベルディというチームはまあ昔から J リーグを常に引っ張っていた存在で、ま。あ 長い道のりですが5年後、1 0年後にまたその J リーグの上の舞台でプレーできるように頑張っていきたいと思います。